宇宙のダークエネルギー。ダークマターの正体が何であるかという問題はまだ解決されていないのですが、人類にとってさらに重要な問題があぶり出されてきたのです。それは本論のテーマであるダークエネルギーの問題で宇宙膨張が 早くなるのか遅くなるのかという大問題なのですこの問題はダークマターの問題よりさらに深刻な問題として人類の前に立ちはだかっているのです静止宇宙を維持するためにアインシュタインが彼の 重力方程式に宇宙光を挿入したことは前に述べました。アインシュタイン方程式は宇宙が収縮に転じるのか膨張に転じるのかという変化する宇宙を示しているのです。それを宇宙光を挿入することで 収縮も膨張もしないための使い棒として挿入したのが宇宙光なのです宇宙光が正であれば宇宙積力となり天体の重力すなわち引力と釣り合えば宇宙を静止させることができるのですが宇宙積力が勝れば 宇宙は膨張するのです。観測により宇宙膨張がどんどん速くなっているのです。宇宙物理学者の間でも、天文学者の間でも、宇宙が膨張速度が遅くなっていく減速膨張なのか、それとも、 どんどん速くなっていく加速膨張なのか長らく結論を出すことができなかったのですそれは宇宙の膨張速度の測定が難しくましてや膨張速度の変化の測定することなどはそれに輪をかけて難しいのです 私が宇宙論を学び始めた頃は迅速膨張し続けるという主張するフリードマン宇宙モデルが標準的な宇宙モデルだったのです宇宙航など人から付け加えられた余計なものがない明快な宇宙モデルこそ真の 宇宙の姿と,と我々は信じてきたのですフリードマンの宇宙モデルすなわち原則膨張を続ける宇宙には2つの可能性があります1つ目は膨張の速さが遅くなりながらも永遠に膨張し続ける宇宙です2つ目はある時点で 膨張が止まりその後は縮小に転じ最終的には宇宙創生の時の一点に縮小し真空の宇宙のエネルギーに戻るというシナリオなのですどちらの宇宙の将来像になるのかは宇宙の全質量 ダークマターを足し合わせた宇宙引力と宇宙空間を押し広げているダークエネルギーの宇宙積力の綱引きによるのです。宇宙膨張が観測により確認されたのは次の2つの時点です。はじめに宇宙膨張が確認されたのは 1924年、アメリカの天文学者、エドウィン・ハッブルにより、宇宙膨張が発見され、アインシュタインがウィルソン山天文台にハッブルを訪ね、この宇宙膨張の証拠を確認した時点です。2番目は、1998年に、 アメリカの天文学者ソウル・パール・マターオーストラリアの天文学者ブライアン・シュミット教授たちが宇宙の加速膨張を再発見した時点です1924年ハッブルにより宇宙膨張が初めて発見されてから 1998年に3人の教授たちの研究により宇宙加速膨張の発見までの間は宇宙は創世期のイフレーション期ビッグバン期の急膨張がなだらかな膨張期に入りやがては天体の資料力 プラスダーークマーターイコール宇宙引力によりある時点で膨張が止まり縮小に転じると考えられてきたのです。それが1998年にブライアン・シュミット教授たちの観測により宇宙は縮小に転じるどころか。 膨張速速度がさらに加速していいるという観測事実が判明したのですこの観測事実は宇宙には我々がその存在を知っている重力プラスダークマーターイコール宇宙引力に対し未知な宇宙積力の存在があることを意味します。 この未知な宇宙積力に対しダークエネルギーという名が付けられたのです。ダークエネルギーはなぜ今まで見つからなかったのかそれはその値があまりにも小さいため人類が行ってきた観測実験では見つけることができなかったためです。 ダークエネルギーイコール宇宙積力は宇宙空間全体に薄く一様に広がった力です物質が全く存在しない真空の空間にも存在します空間の体積あたりのエネルギー量は一定なのですそのエネルギーは 宇宙が膨張しても薄まらないのです。だから宇宙が膨張して空間が大きくなるならばそれに比例して宇宙のエネルギーも大きくなるのです。これは通常のバリオン物質とは全く異なる性質なのです。我々は 空間に一様に広がったエネルギーの絶対量を直接測定はできないのです。エネルギーはその差だけが物理的効果を持つからです。エネルギーは物体感同士がやりとりした量が物理的意味を持ち、 元の物質が持っていたエネルギー量がいくらかは直接知ることは通常はできないのです。これが従来の物理学上の考え方でしたところが一般相対性理論をもとに考えると 必ずしもそうでないことがわかるのです。それはエネルギーの量が時空に影響を及ぼすためです。これこそが宇宙港によって宇宙に積力が働く理由なのです。もし宇宙が大きく歪んでしまったら、 私たちは宇宙を遠くまで見通すことはできません。でも現実の宇宙はそうはなっていません。平坦な宇宙が維持されているのです。このことは宇宙光すなわちダークエネルギーの値は非常に小さい値であることを意味します。 このように観測結果と矛盾しないダークエネルギーの値はあまりにも小さい値なのでゼロに非常に近くなんでそのような小さな値なのか我々は理解に苦しんでいるのですこの理解に苦しむという経験は 宇宙創生の瞬間に時空と宇宙を支配する元素の力ができその元素の力から初めに重力が分離独立し次いで核力となる強い力が分離し最後に電磁気力と弱い力が 分離独立していったのですが最初に分離独立した重力が他の三力に比べ桁違いに小さいのですこの重力の値があまりも小さい値なので我々は理解に苦しんでいるのですこのことが重力と 空間を扱う相対性理論と素粒子を扱う量子論素粒子論との統一を阻んでいる一因なのですところが宇宙が加速膨張していることがわかるとその説明としてアインシュタインが捨ててしまった宇宙港を 活させられたので宇宙港の小さい値に目をつむって受け入れるならば観測事実をうまく説明できるのです。宇宙港は静止宇宙を維持するためにアインシュタインによりご都合主義的に後から 重力方程式に使い加えられたものですしかも宇宙光の値は極端に小さな値なのですそれは人類の知らない宇宙の法則があることを強く示唆しているような気がしますそこで宇宙光の役割を もっと基本的な原理から説明できないのかと考えるようになったのです。宇宙空間に広く一様に広がり宇宙の膨張とともに同じように増えていくようなエネルギーがあればそれを宇宙港とは別な名前をつけて呼ぶのがいいと 考えるようになったのですそこでシカゴ大学のマイケル・ターナーがその何もわからないエネルギーのことをダークエネルギーと名付けたのですダークエネルギーは宇宙の命運を左右している重要な要素なのですがその正体を 明らかにするには、我々の知っている物理学は全く無力です。ダークマター、ダークエネルギーの解明は、人類の宇宙の理解を、物理学の体系を根源的に書き直すことになると思います。だからこそ、 自分の能力をさておいてこの解明に一生捧げても惜しくないと思っているのです。2020年8月10日 INU 研究機構学長教授久保です。